それでは続きまして、角赤広島共同代表の高橋裕太さんから現地ウィーン締約国会議の方に行っていただきました。その様子いろいろお話しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。今日ご参加ありがとうございます。はい、今ご紹介いただきました角赤広島の共同代表を務めてます高橋裕太と申します。ちょっと会場冷えてきましたんで上着を着たままお話をさせてくださいね。はい、今大学4年生で東京にいます。今22歳です。22歳ということは今日もしかしたら登壇者の中では一番若いかもしれませんね、今ふと思いましたが。はい、2000年に広島で生まれました。で大学を進学と同時に上京しまして、ね、この間帰ってきましたらですね、最近記者になられた方がですね、あ、高橋さんって広島の生まれだったんですね、東京の方かと思っていましたと言われてですね、あ、なんだか時代が変わってきたなと、なんか時間が経ったなということをふと感じました。ただ私自身は東京にいながら広島が、あるいは被爆地が世界にどういうメッセージを発するか、あるいは私たちがどう行動すべきかということを常に考えていますので、今日はそういう視点で15分ほどお話をさせていただきたいと思います。でお手元にですね、私たちの角赤広島の活動メッセージとですね、メンバーをこう記したペーパーをお配りしました。よろしければご覧ください。約3年4年半にわたってですね、広島選出の国会議員に直接会いに行って、核兵器禁止条約についてどう考えるかということを問うてきました。今日はこの後メンバーの瀬戸真由さんもご一緒します。後でこの活動のことを詳しくご紹介しますね。そしてこんな感じで議員と面会もやってるんですけどね、これ立憲の方ですね。はい、そして今東京ではですね、新たにノーニュークス東京というコミュニティを作りまして、こちらもこうやって A3 番でご紹介入れさせていただいたんですが、仲間たちと一緒にオンラインの被爆証言会とか、あるいは外務省への提言書作成とか、そういう取り組みを続けてきました。はい、ちょっと飛ばします。でその中にあってですね、今回6月それから8月と双方の会議に私や仲間たちが行ってまいりました。それにあたってですね、核なき世界基金から大変たくさんのサポートをいただきまして、中村田司教と白浜司教様と、それから基金を通してサポートをいただいた皆さんに感謝をしたいと思います。ありがとうございます。まずですね、現地でちょっと行った活動をご報告したいと思います。これミートザ被爆者って言ってですね、一番こう左手に写ってるグレーのジャケット着てるのが長崎で被爆した木戸さん、木戸末一さんという被爆者の方ですけれども、彼と膝がぶつかるぐらいのこんな距離でですね、皆さん、世界の皆さんが話をする機会を作りました。1回だけじゃないです、3、4回ぐらいだったかなと思います。でこうその場でいろんな質問を出してもらってですね、面白いって言っていいか分からないですけど、非常にびっくりしたのは、どこだったかな、ドイツから来た方がかな、が被爆者に対してですね、日本政府は戦後どんな保障をしたんですかみたいな話が出てですね、で要はご存知だと思いますけど、空白の10年があり、でその後も十分な援護がなされずという歴史をですね、木戸さんが語るとですね、あ、そんなに捨ておかれたんですかという、捨ておかれたともちょっと違うんですけど、そんな見放されてたんですかというようなコメントがあってですね、ああ実はこうやって被爆者の皆さんと直接会うというその瞬間こそがですね、実はこの核の問題、原爆の問題をあの日あの時で終わらせないために非常に重要なんだなということを思いました。むしろこれは日本や広島、長崎にいる私たちこそ求められている、そういう学びなのかもしれないと思いました。で実は被爆者の人からこんな感じでお着物を借りてですね、現地でアピールもしました。これシュテファン大聖堂って日本で言えば浅草浅草寺みたいなところがありましてですね、そこでこうやってバナーを持って、はい、登壇しました。はい、ここに写ってるメンバーの徳田さん、東京のメンバーの徳田さんも今日会場に来てくださっています。はい、一番右手はこの後登壇される瀬戸さんですね。はい、はい、で現地ではですね、他にもこうやって提言書を片手にですね、アドボカシー、各国の代表団、
議員たちに政策提言も行ってきました。現地でお配りしたのはアイキャンがまとめた冊子、それからこの後ご紹介があるかもしれませんが核なき世界基金のサポートによってまとめられた日本からの提言書です。こんな感じですね、はい。でこれを渡しましてですね、要は日本がどういう経験をしてきたのかで、先ほどもありましたけれども被害者の支援が日本の国内の中でも十分でない、まあ、もちろん成功している例もあるわけですけれども、失敗も含めてですね率直にお伝えをしました。そうすると例えばマルタの大使とかはですね、マルタってヨーロッパのイタリアのちょっと下にある国でですね、ヨーロッパって4カ国しかこの核禁条約へ批准はしてないそうなんですけれども、我々は要は条約の普遍化、つまり加盟国を増やすってことにずっと、まあ、注目をしてきたんだけれども、あそうか被害者を援助するという視点も必要なのかとかですね、そういう学びがあったようです。これは非常に嬉しかったですね。で実際に私たちが求めてたことが行動計画の中にも盛り込まれています。例えば被害地のニーズを聞くことであるとか、先ほど川崎さんから提言がありましたけれども、国際信託基金を作るとかですね、実際にコミュニケーションの中で政策の大きな柱の中に声が組み込まれていったということです。でちょっと余談ですが、これまではやっぱりこう大きな国際会議というとですね、まあ、代表団が行って現地で活動するアピールをするということがメインだったわけですけれども、それとはまた違う、まあ、一歩踏み込んで、各国政府との対話をすると、で意思決定に関わるということで新たな、まあ、国際会議の参加の仕方がですね見出せたんじゃないかなと思います。はい。でその中にあって、じゃあ日本はどうなのかという話ですね。私たち約1年にわたって総理ウィーンに行きましょうと題してですね、日本政府に締約国会議への参加、せめてオブザーバーでの参加ということを求めてきました。でただ約1週間前にですね、政府が条約参加をしないということを発表しましたんで、私たちこれじゃダメだと思ってですね、最後まで何かをと思って電子署名を始めましてですね、こんな感じで原爆ドーム前で少しアピールもしたりして、最終的に2万3000筆を4日間で緊急署名で集めましてですね、そして前日の会議まで日本の担当者来てましたんで、そこにこうやって持ってって直談判をしてきました。私がこの中央にいて、ちょっとカメラで見にくいですけれども、左下のマスクの横顔の男性がですね、外務省の担当者です。当時のトップだった石井課長ですね。で周囲にこうカメラの方々がこう囲んでもらって、この時20代ぐらい囲まれたんですよ。あんなに囲まれるのは多分芸能人になるか、私が不祥事を起こすか、それぐらいだと思いますので、それぐらいの注目度の高さだったんです。で石井課長にですね、要はこれほどの多くの人たちが、市民が日本の参加を求めてますよと、どういうふうに捉えるんですかというふうに聞いたんですけれども、反応はなしのつぶってでですね、日本は総理が申し上げている通り核保有国が含まれていないこの条約には参加をしないんだということでした。でちょっと食い下がってですね、じゃあ日本が参加をする、つまり保有国を参加させる糸口として日本が参加したらどうですかというふうに問ったんですけれども、いやそれはどういう意味ですかというふうに逆質問されてですね、なんだかこう話が噛み合わないなという感じがありました。で日本がそもそもこの条約にどういう姿勢を取っているかといいますと、下の方に書きましたけれども、まずは保有国が含まれていないんだと、だから保有国を含む努力を核禁条約とは別のところでやるんだというふうに日本は言っています。で同時に先ほど笠井さんからご紹介があった NPT が核軍縮の礎石であると、で並びに先ほど出てきた賢人会議含めてオリジナルなアピールをするということですね。ただこの間多くの政府関係者や議員、私議員全国で50人ぐらい会ってきたと思いますけれども、議員と話をすると、結局のところ本音としては現在の安全保障の環境では米国の核の抑止が必要不可欠なんだと、そういうところに至ると思います。で5年ぐらい前は外務省も、申し訳なさそうにですね、要は被爆国なんだけれども今は核の抑止が必要でっていう、ちょっと申し訳なさげにこう二枚舌外交をやってたわけですけれども、最近はそういう申し訳なさもなくですね、やっぱり核の抑止が必要だというふうに流れてきましたんで、これは非常に危険な流れだなと思ってます。私10年ぐらい関わっておりますけれども、その中でもどんどんと加速しているような気がします。
で実はオブザーバーで参加した国、日本はしなかったですけれども、参加した国々が非常に大きな貢献をしています。例えばドイツは直前の政権交代によって新たな政権がこの条約への参加、オブザーバー参加を決めたわけですけれども、そもそも誠実な議論が必要で、私たちはそのために来ましたというふうに言うわけですね。で並びに被害者援助とか環境回復っていうのは広い関与が期待できると、軍事同盟があるからすぐには関われないけれども関われる糸口を探したいというふうに発言をしていました。これは同じように核の同盟国にとっては非常に大きなプレッシャーになったと思います。2ヶ月後ぐらいにですね、別の日本政府の担当者と話をしますと、このドイツの参加っていうのは結構戦々恐々として見てたようですよ。であるいはノルウェーは結構面白い発言をしててですね、例えばNATO の軍事同盟は維持しなきゃいけないんだけれども、その中にあって核兵器はさすがに実戦使用はできないですよねっていう、つまり同盟はもちろん支持はするんだけれども核兵器はさすがに許容ができないから、人道的な視点でですね、許容ができないからその視点で核禁条約に今来てるんだと。で本来日本はこういうような指摘を最低限するべきだったと思いますけれども、それが実はなされなかったということです。で私の話のまとめの一つはまさにここで、つまり日本政府が核兵器禁止条約に加わるということか、日本や世界の核軍縮の流れを変えることになり、かつこのね、核なき世界基金の大きなテーマである核の被害者の援助を進めるということにつながるんですね。例えばですけど、締約国会議、3日間開かれましたけれども、冒頭でカザフスタンから来られたカリコフさんという、核実験被害地域の方が証言をされました。でその後何人か国連の高官とこうそういう順番でこうスピーチが続くわけですけれども、例えばの話ですけど、日本が批准国になっている、あるいはオブザーバーの参加国になっていれば、冒頭の核の被害者のスピーチはもしかしたら日本の被爆者の人だったかもしれないし、あるいは世界の人々とプラス日本の方だったかもしれないです。つまり何が言いたいかというと、日本が参加しないことによって本来届けられるべきはずの当事者の声が届けられない、あるいは説得力が削がれてしまうという、そういうことがあるわけですね。でそろそろ私の持ち時間があと5分ぐらいになってきましたので、ちょっと待ちでいきたいと思いますけれども、さっきから前のお二人が指摘をされている通り、核の抑止というものをまずは疑ってかかるということが今求められているんじゃないかなというふうに思います。細かいことはちょっと時間がないので指摘はしませんけれども、抑止というとなんだかこう押されているようなイメージになるんですけど、逆で押し返してですね、パワーでもって押し返している、つまり、お互いにナイフを突きつけ合って、お前が撃ってきたら俺も撃つからな、お前撃つなよって脅し合ってる状態なんですね。でこれが平時だとバランスが取れてるっていい話なんですけど、それがどん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 エスカレートしていくと、撃たれる前に撃たなきゃいけない、もしかしたら向こうはもう撃つ準備をしてるかもしれないって猜疑心が高まってボタンに手をかけちゃうわけですね。あるいは事故やテロの可能性だってどんどん高まっちゃうわけです。そうすると現在日本が依存しているこの核の体制っていうのは、要はこう道筋をダーッと伸ばしてみるとですね、今のロシアやウクライナの戦争に直結するわけです。ロシアの事態は対岸の火事ではなくて、私たちが寄ってすがっているこの体制こそが実は現在の状況の原因なんです。同じレールの上にいるわけです。そうするとこの危険性をやっぱり改めて考えるということが必要ですね。もしかしたら後半でそういうお話になるかもしれません。でそう考えると、力の均衡で平和を作るんじゃなくて、国際法や外交を通して平和を模索するという選択肢を私たちは取らなきゃいけないんだろうなというふうに思いました。でもう一点だけ、この核の抑止という話は実は国会や正式な場できちんと決まったものではありません。なおざり的に生み出されたものです。1953年に朝鮮戦争があって、その時に核兵器を搭載した空母が横須賀に寄港しまして、でそこから暗黙の了解としてですね、この核を日本に持ち込むということが続いてきました。でそれが時の政権や外務大臣たちによって、それは知ってるけど国民が騒ぐから言わないでねと言って
密約化されてですね、水面下で進んできてですね、それが今の核の、まあ、傘と呼ばれるものの原型になったわけです。そうするともう問題はこの核政策や核を扱っている議論をしている人たちが非常に一部の限られた人たちで、しかもその議論が可視化をされていないということなんですね。ここが大きな課題です。でさて、もうぼちぼちまとめに入りたいと思いますが、今回の締約国会議の中で新たな視点が出てきました。新たなというか、再度提起をされた必要な視点が出てきました。それがやっぱりジェンダーの問題だと思っています。今日はね、こうジェンダーバランスあるいは年代のバランスに配慮されてますけれども、多くの場合、この核の問題を語る人々は男性が多いです。ただアメリカの専門家が言っているように、放射線のこの被爆の影響というのは実は女性の方が男性の約2倍その影響が現れます。で幼いほどその影響は強い、まあ、2倍という数値はちょっといろんな議論がありますけれども、そう考えると女性や子どもたちの方が被爆の何て言えばいいのかな、なんて負荷をたくさん負って生きていかなきゃいけないということなんですね。で同時に被爆後についても、例えば被災地域で性暴力が増えるとかですね、生理用品が足らないとか、女性の体を持つ人々の方が大きな負担を背負わなきゃいけなくなります。ただ問題はこの核が要は男性中心の社会の中で議論をずっとされてきたってことですね。アメリカの国防総省の官僚たち見ていただいても分かりますけれども、ほぼほぼ男性、日本の国会だってそうですね。でその中で実は男性の強さの象徴として実は核が語られてきたというふうに思っています。これをマスキュリニティというふうに言いますけれども、アメリカ含めて多くの場所でね、議論が進んでいると思います。でこの点については、まあ、アナリストもそうだし、ニュークソーキョで言えば徳田が専門ですので、また聞きたいことがあったら皆さん聞いていただけたらというふうに思っていますけれども、まだまだ実は安全保障関連会議におけるこのジェンダーのバランスというのは非常に悪いです。ちょっと2016年からのデータを持ってきましたけれども、今回の NPT でもですね、各国の代表団、まあ、男女の割合はですね、大体5分の1ぐらいですよね。女性は5分の1ぐらいで、特に保有国の方が実は男性の外交官が多いという現状もあります。それもこのそうですよね。でただ女性が加わることによって、例えば小型兵器なんかは要は使わないための軍縮の取り組みが加速をしたり、あるいは環境問題においてはもともと荒廃した地域がきちんと持続可能な体制に戻ったりという、要は私たちがこの地球上できちんと暮らしていくためには、女性や子どもたちや若い世代やこれまで議論に参画がきちんとされてこなかった人たちが議論できるような枠組みを作るということが重要なんです。だから私の結論の2つ目は、要は核の問題を語る人々の顔ぶれを変えましょうということですね。昨日の賢人会議もそういう意味ではまだまだ少し課題があるかなと、それは NGO 側も含めてですけどね、課題があるかなと思っています。じゃあ最後まとめです。まとめというかですね、最近新たなプロジェクトを始めましたので、それを紹介して終わりたいと思います。これまでグローバルな、ね、しかもオンラインの活動を続けてきたんですけれども、対面でしかも地域密着型でローカルで行きたいと思いましてですね、最近議員ウォッチ47というのを始めました。これ川崎さんやあるいは仲間たちと全国47都道府県を回ってですね、最低1自治体でですね、こんな感じのイベントをやったり、あるいは知事や議員を訪問したり、あるいは記者会見をやったり、はたまた気候変動や他の問題と接点を作るイベントやアクションを進めています。でこれは広く見ればですね、要は地域の底力ってことなんですよ。その地域性が持つ底力、例えば高知で言えば第五福竜丸が実は被爆をして、その寄港地はね、高知なわけですけれども、会社の社長さんの家族が被災をしたとかですね、そういう経過でもって、要は被害者援助に非常に熱心だとか、あるいは毎月座り込みの運動があったりということがあるわけですね。で広島や長崎の感覚から言うとですね、広島長崎以外にもそんな取り組みがあるんだっていうのがもしかしたら正直なとこかもしれないんですけど、実は全世界であるいは全国でいろんな取り組みがあります。
でこの取り組みに学んだり一緒に手を携えて有機的な輪を広げていけるかどうかということがですね、広島では今今後求められていくんじゃないかなと思います。で世界をというか全国これから回っていきますので、あと40都道府県ありますのでちょっと頑張らなきゃいけないんで、ぜひ支援とサポートを引き続きよろしくお願いいたします。でなかなか、ね、今のような状況を見ると楽観はできませんけれども、核兵器が廃絶されるその日まで私たちは歩みを止めることはありませんので、共に歩みを進めていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。頼もしいですね。そして核なき世界基金の皆様のおかげで私たちはこういった若者をウィーンであるとかニューヨークに送ることができました。改めまして皆様のご協力にいつも感謝をしております。